今日は物理的な脇見恐怖症対策ということで、まあ、脇見恐怖症に限らず対人恐怖症だったり視線恐怖症だったりする人もやっぱり帽子とかサングラスだったりマスクだったりそういうので、まあ、少し症状を軽減するために対策というかそういう風にして生きてると思うんですけども、自分なりの脇見恐怖症対策、まあ、視線恐怖症対策を紹介していこうかなと思います。メガネとサングラスを紹介しようかなと思います。でやっぱり自分は、まあ、メガネももともとかけないですし、だから伊達メガネにはなるんですけど、サングラスももともとそんな持ってなくて、本当この病気になってからすごいメガネだったりサングラスだったりを買って、病気を軽減するために結構お金を使うしかないなっていう感じです。はい、まず一つ目なんですけど、ジーンズっていうメガネですね。自分メガネとかそんな詳しくないんで、サングラスとかよくわかんないんですけど、まずこれがこういうメガネなんですけど、これが本当に一番最初に、まあ、脇見恐怖症になってばっかの時に、もう本当にどうしようって思って、とりあえず、まあ、その時、まあいろいろ自動車学校とか通ってたんで、メガネがないとやばいってなって、急いでとりあえず買ったメガネっていう感じです。こんな感じです。まあ脇見恐怖症の人はわかると思うんですけど、ここが結構幅があるメガネなんで、で、もともとこれは花粉用メガネ。でもこれを伊達メガネとして自分は。今はもう使用してないんですけど、あんまり。最初の頃はこれに結構助けられてました。こんな感じの、まあ、伊達メガネです。まあ、横になるとこう、ここで視線がね、バリアというか、やっぱり見えないんで、安心感がありますね。これで、はい。次二つ目のメガネで、レーバンのメガネなんですけども、これも結構ね、横がね、結構ここが、長いんですね。だからやっぱり横の視線もちょっと隠せるんでね。これを買ってからは本当出かけるときは絶対もうこれをかけてます。こんな感じでやってます。で、やっぱりこう横がね、こう幅があるんで見えに、まあ対策になるかなって感じです。これはすごい愛用してて、外に出るときは絶対これっていう感じです。自分の持ってる伊達メガネはこれで3本で、まあ、ラストなんですけども、3本目のメガネは、まあ、ネットで本当にメガネに関して横が太い、フレームが太い、縁が太い長いメガネじゃないと脇見恐怖症の対策にならないじゃないですか。それでもネットで本当ね、フレーム極太とかフレーム太いとかめっちゃその時脇見恐怖症になったばっかの頃はすごい検索して調べて、めっちゃ太いのネットで見つけて購入したんだけど、やっぱり太すぎてなんか恥ずかしくて勇気が出せなくてあんまりかけてないっていう感じ。本つ目をね紹介します。3つ目がこんな感じのメガネで、これレンズがね入ってないんですよ。だからレンズ入れないとかけにくいなって思うんです。レンズがないメガネかけてたらなんか思われちゃうんで、これがさっき言ってたようにすごいこんなね、わかるかな、こんなめっちゃ分厚いんですよね。これこんな分厚いんで、すごい自分驚いて購入したんですけど、比べるとわかるんですけど、さっきの二つ目の自分が愛用してるレーバンのメガネが、これぐらいの横が、縁がフレーム、これぐらいの幅だとすると、一緒に重ねるとわかるんだけど、こんなに全然違うんですよね。でかさが違うんですよ、そもそも。レーバンのが、こんな感じで、メガネが、こんな感じですっごい分厚い。だから、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。ここがもう完璧に見えない。ちょっとね、さすがに恥ずかしいんで、流液が出なくて、これはかけれてないですが、次はね、サングラスを返していきます。最初に、まあ、普通にこういう丸いメガネですね。こうやって。やっぱりでもサングラスって、横がさっきみたいに太いとかがないじゃないですか。だからやっぱり、横が気になっちゃうんですよ。まあでも、まあ、街とか歩くときは、まあ、サングラスとかしてますね。二つ目のメガネ。自分がね、これ一番愛用してる、レーバンの、サングラス。これやっぱり横は全然ないんで、普通にサングラスとして、まあ、街やって買い物行く時とかも、まあ、なんとかね、サングラスをして行ってる感じです。はい。3つ目のサングラスが、ポリスっていうサングラスで、ちょっとこれは結構、こわもてというか、そういうメガネ。こんな感じの、メガネです。これあんまり書いてないですね。最後にスポーツサングラス、自転車とかに歩くとこういうスポーツサングラス、こういうのをかけてチャリ乗ってたら、まあ別に不自然じゃないって、こんな感じのしたりしても横も結構びっちりしてるんで、外行く時とか横が点が見えないんで、あとこういうサングラス、ミラーの目見えないんで、すごい安心感がねあります。こんな感じでメガネとサングラスは終わるんですけど、やっぱり本当にサングラスが一番落ち着くんですよ、自分。でも夏場以外とか夜とかやったり、雨の日とかはやっぱりかけづらいっていうのが、まあ格好つけてるとか勘違いされそうで、自分は病気でこれをかけるしかないのにっていう思いがあるんですけど、やっぱりかけづらくて、さっきの普通の伊達メガネをまあ普段はねかけてます。まあ最後はね、帽子を紹介しようかなって思います。
一つ目が動画とかでも出かけるとき絶対かけてるロエンというメガネ、ロエンという帽子です。これをいつもかけて歩いてます。まあ、結構ね、深めにかけて、下向いたり、こう歩いてます。さんは帽子かけて、レイバンのサングラスをかけて、まあ、歩いたり、外出してます。今紹介して、愛用してる帽子は、つばがすごい長いんですね。だから下をこう隠せるし、こう隠せるんですごい愛用してるし、でも逆にこっちの帽子は結構、これがね、下向きじゃなくて上にピンってなってる感じの帽子なんで、うん、深めにかぶれないんで、あんまりこういう帽子は対策にはなれないかなって思います。まあ冬用の帽子を次紹介。これも、まあ、脇見強症対策で買った帽子です。結構これつばが長いんですよね。で横もこう曲げるとここが見えないんですよね。まあ、かけるとこんな感じで、まあ、やっぱり人がね電車に乗るときとか気になるときはこうやって結構隠せるんで、これも結構ね愛用してます。最後の帽子の種類がニットの帽子。これはあんま自分かけてないんですけど、普通はこうやってかけるんですよね。こんな感じで。だけど、これも結構こうやって隠れれるんで、これもまあ一応買いました。そんな感じです。まあ以上で自分の普段してる帽子とサングラス。でまあ脇見強視症がすごいね気になってた時は、今髪がね短いんですけども、やっぱりボクシングやろうと思ってるんで短くしたんですけど、本当に脇見強視症がね辛かった最初の時は、今もずっと辛いんですけど、結構髪を無理やり伸ばしてて、本当はね、短いのとかおしゃれしたいんですけど、もう無理やり伸ばして、横まで髪をね、伸ばして、前髪を、こう、見えないようにしたり、目をちょっとこう半分隠れるようにしたり、結構、本当に脇見強症に悩んでね、対策を今もしてます。まあ、というわけで、まあ、自分の、脇見強症対策、物理的な、紹介しました。で、自分、いつもこういう感じでね、まあ外出とか外に出てるんで、やっぱり伊達メガネ、サングラス、帽子とか、それがないと本当に、まあ、不安になるぐらい。それしてない、何もしてない、この状態で出たら、すごい不安というか、あれなんかいつも自分じゃないのみたいになるぐらい、本当に依存しちゃってるんで、まあそれが怖いんですけども、まあサングラスとか、まあメガネとか帽子をすれば、やっぱり自分の視野を狭めて、人の視線から隠せるので、まあ、辛いけど、まあ、ギリギリ電車に乗れたり、まあ、人と接することができるので、本当、まあ、サングラスとね、伊達メガネ、まあ、帽子とかにすごい助けられてます。まあ、逆に言うと、まあ、サングラス、帽子とかがないと、まあ、不安とか、まあ、病気の症状が強くて、まあ、何もできない。まあ、これがね、本当、いいことなのか、悪いことなのかはね、病気が治るための行動なのか、それとももっと治らないって悪くさせる行動なのか、本当、賛否両論だと、思うんですけど、まあ自分はやっぱり根本的にはね、まあ良くないと思うけど、まあ自分みたいに、まあ脇見強視症を抱えてでも生きるしかないと、まあ、割り切っている人は、やっぱり脇見強視症の、まあ、症状を経由して、ストレスとか、その症状が出ることによっての精神的負担を少しは、軽減できるので、まあそういうメガネとかサングラスをすると、まあ、本当に賛否両論なんで、まあ人それぞれだとね、思います。で、まあ、脇見強視症でも、まあ、辛いけど、まあ、自分なりに工夫とかをして、まあ、うまく、まあ、いろんなことに対応していけば、まあ、その中でね、ギリギリ、まあ、脇見強視症とかね、視線強視症とか、対人強視症を抱えていても、生きてね、いけるかなって思います。はい、最後に、当事者の、まあ、脇見強視症とか、まあ、視線強視症の当事者の人たちに、お伝えしたいことを、まあ、知っておいてほしいことが、まあ、あるんですけども、よく、コメントでチャンネルを始めた当初から、脇見強視症を治す方法を教えてください。脇見強視症どうすれば治りますかっていうコメントをね、よく視聴者さんから、いただいております。本当にね、もうその気持ちもすっごいわかるし、本当ネットで発信してる人も少ないんで、そういう助けでっていうか、本当にどうにかしてほしいっていう気持ちがすごい自分もね、わかります。本当に自分が本当に脇見強視症を克服してたというか、これから克服していって、まあ、治すことがね、できたら、大丈夫でしょう、落ち着いてください。こうこうこうで、まあ、治すことができましたよ、治せますよっていうことをね、自信持ってね、言えるっていうか、そういうこともね、発信できるんですけども、自分が本当にもし治せたら、ただね、自分も皆さんとね、同じように、脇見強視症に苦しんでて、本当に自分も、本当誰か助けてください。本当、どうにかしてくださいっていう、その当事者の自分もね、ただの一人に過ぎないんで、本当に医者でもなくて、精神病とかね、病気の
勉強してるわけでもないんで、苦しんでる当事者のね一人としてこの病気の知名度っていうか広めたり、これくらい生きづらいんだっていうと発信することしかね自分にはできないんで、そこだけは間違ってほしくないというか、まあ、治す方に期待されても本当期待に応えられない、本当に期待に応えたいんだけど、自分を治せてないんでどうにもならないというか、だから本当にただ自分も、まあ、自分の動画を、まあ、見て、あ、自分と同じ病気で苦しんでる人が他にもいるんだなって、仲間がいるなみたいな感じでね思ってもらうしか、自分はできないというか、それがね本当に限界なんで、それ以上は脇見狭窄症、視線狭窄症とか体重狭窄症のことに関して治す感じの、まあ、そういうことはね本当にそれ以上は伝えられないんで、当事者としてその苦しみだったりそういうことしかね残念ながら発信できないんで、それだけはねご理解いただけたらと思います。まあ、脇見狭窄症だったり視線狭窄症だったり体重狭窄症だったり、本当に毎日辛い人やったり、お互いに、そういう毎日だと思いますけども、まあ、なんとか、まあ、生きていきましょう。ご視聴ありがとうございました。